さあ皆さんこんにちは。本日もハーベステラの動画を撮っていきましょうか。そしてハーベステラ購入するぜっていう方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。おそらくハーベステラ購入される方であればチャンネル登録しておいて損はないと思いますので、ぜひ気軽によろしくお願いいたします。さあということでこちら確認していきましょうか。さてと、発売前最後の動画になるかと思いますね。で、発売までに確認しなければいけないこと、今日はそちらをメインに話していきましょうか。で、すでにですね、画面に映っているかと思いますが、こちら公式から体験版からの製品版アップデート情報が出ております。以前一度動画で取り上げたんですが、もうすぐ製品版が出るということで、改めてこちら取り上げていきましょうか。とても重要な内容となっておりますので、絶対にこちら製品版プレイするまでに確認しておきましょう。そして具体的な内容ですが、すでにこちらに記載がある内容がメインとなっておりまして、大きく分けると8つございますね。まず1つ目としましては、ワールドマップ及びフィールドでの時間経過速度を緩和。2つ目、釣りでのヒット時間を短縮。3つ目、ジョブチェンジのクールタイムを短縮。4つ目、メイジの通常攻撃速度を上昇。5つ目、ロード時間を一部短縮。6つ目、キャラクターの HP が少なくなった際に警告演出を追加。7つ目、セーブ及びオートセーブ中の UI を変更。これかなりありがたいよね。体験版の時から相当指摘があった内容なので、これは相当嬉しい内容かなっていうところですね。で、8つ目なんですが、最後に一括りにされております。一部バグの修正っていうことで、具体的に何が修正されるか記載ございませんので、何かわかりませんけど、とりあえず既存のバグが修正されるっていうことか。まあこれはかなりありがたいよな。特に体験版やっていいって思ったのが、ワールドマップに出ます。で、ワールドマップに出ると、ガンガン時間が減っていくじゃないですか。まあ進んでいくっていう言い方の方が正しいか。いや本当にね、ちょっとこれはあまりにも進むのが早すぎじゃないかって思っていたんですが、どうやらそこのところがですね、緩和されると、これはかなりありがたいですよね。まあフィールドについては正直あれぐらいでいいんじゃないかなと思いますが、ただ緩和されるということで、かなりですね、行動の幅が広がるんじゃないかなと思いました。せっかくダンジョンに潜っても、時間がどんどん経過していくから、行けるところが限られていたりとか、効率が悪かったりとか、そこがかなり懸念点として、ユーザーから指摘がございましたので、多分そういった意見を汲み取って、今回ですね、緩和したのかなっていうところ。まあこれは本当にありがたい内容ではありますよね。だとロード時間一部短縮っていうことで、こちらもですね、多くの方が指摘しておりました。ロード時間が長すぎないかっていうところであったりとか、あとロードがちょこちょこ入るから、割とストレスに感じるわ。ここ不満だな。いやーけどこれだったらさ、牧場物語の方が良かったみたいな、そういった意見があったんですけど、そこをね、なんと製品版発売日と同時にアップデートしていくと、このような事前告知がございます。相当ありがたい内容ではありますよね。そしてこちらの方には記載ございませんが、皆さん多くの方がご存知かと思いますけど、体験版でプレイした内容は、製品版になんとそのまま引き継ぐことが可能となっております。で、今のところは、引き継ぐことができない要素っていうのはないっていう認識で、おそらく合っているかと思いますね。なので、そうなの？体験版まだやってねえわっていう方は、今すぐ体験版やってください。製品版出るまでの練習であったりとか、発射台にもなりますので、絶対に体験版はやった方がいいのかなっていうところ、まあ体験版で書かれていますけど、厳密には製品版の一部を先にプレイできるみたいな、そういった言い方の方がこちら正しいのかなっていうところですね。まあとりあえずこういった形でバグのアップデートが発売日初日にやってくることが決定しておりますので、相当ありがたい内容かなというところですね。はい、まあそんな感じでございます。ただ一方で体験版のアップデート予定はございませんと書かれている通り、体験版はですね、体験版のままになります。まあ非常にありがたい内容ではありますよね。あとね、こちらの方も指摘されておりますが、携帯モードでこちらハーベステラプレイすると、めちゃくちゃですね、パフォーマンスが落ちるんですよ。まあパフォーマンスっていうのは、例えばロード時間だったりとか、まあグラフィックだったりとか、なんだろう、動きであったりとか、まあいろいろかな。
パフォーマンス全体的に落ちてしまうので、まあ、そういったところが課題であるということが割とですね、指摘されております。まあ、ここに関しては、改善は難しいんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。まあ、時間経過速度の緩和っていうのは本当ありがたいよね。あと、畑の操作を改善してほしいということで、これ具体的に何を指しているかっていうところなんですが、体験前やってる方であればご存知かと思いますが、なんだろうな、方向転換がめっちゃ難しいんですよ。みたいな。ちょっと待って。なんか、カニ歩きになるんだけど、種まきにくくないかとか、あとは水やりしにくくないかとか、多分ね、そういったストレスを感じていた方がかなり多いと思うんですが、畑の操作性っていうところがめちゃくちゃ悪いんですよ。本当にね、これめちゃくちゃ悪いから、長時間プレイするんであれば、めっちゃストレスに感じるんじゃないかなと思いました。これね、おそらくかなり課題かなと思うので、まあ、改善されるかどうかっていうところはわかりませんが、まあ、改善されたら嬉しいね。ただあれね、方向転換がかなり難しくなっていて、ゲームの設計上できないんじゃないかな。あそこの部分は、テコ入れどうなんだろうか。ちょっとそこのところは気になりますね。まあ、そういったところで製品版、楽しみにされてる方がかなり多いのかなっていうところですね。はいはいはい。ただ本当にですね、まあ、課題というか何というか、なんか一部ですね、やっぱり先ほど申し上げた通り、ちょっとこれは難ありじゃないかっていう部分もございますので、そこのところの改善は今後のアップデートに期待しましょう。ちなみに、アップデートは今後もですね、継続的に入っていくんじゃないかなとは思っていますけど、ただあくまで、まあ、既存バグの修正アップデート、こちらがメインになってくると思いますので、無料タイトルアップデートで、例えば、まあ、新しい要素が追加される。まあ、それこそ、まあ、モンスターハンターであったりとか、アツモリであったりとか、ああいった超メジャータイトルみたいな感じで、継続アップデートはないんじゃないかなっていうところですね。まあ、基本的には出たらそのままプレイしていくみたいな感じでしょうか。あとはまあ、ダウンロードコンテンツがワンチャン出るか出ないかって感じでしょうかね。ただ、この手のゲームってさ、ダウンロードコンテンツかなり難しいから、まあ、多分出ないんじゃないかな。出し方が難しいよね。まあ、そんな感じで11月4日、もうすぐ迫ってきたっていうことで、最後の動画を撮らさせていただきました。いや、本当に楽しみですね。泣いても笑っても。あとわずかで発売でございます。11月4日か。そうなんだよな。皆さん、こちら購入されますか？もし購入される方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントに一言残していただけると幸いです。そして、ハーベステラ購入するぜっていう方は、高評価でお知らせいただけると非常に幸いなので、よろしくお願いいたします。あとですね、新たな情報としまして、19時間前にですね、こちら妖精オーダーについて追加で情報が出ておりました。自宅にある妖精の本から、妖精オーダーを確認することができ、達成できたオーダーを報告することで、様々なことに役立つ報酬を獲得することができるということで、そうなんですよね。ハーベステラ、牧場物語であったりとか、あとはっていうか牧場物語か。牧場物語と同様で妖精がオーダーすることできるんですよね。で、牧場物語ではコロボックルっていう存在だったんですが、ハーベステラでは妖精という形になっております。まあ、こういった形で様々なクエストをクリアしていって、で、この妖精たちと好感度を上げていって、いい仕事をしてもらうみたいなイメージかな。そして、火の妖精であったりとか、風の妖精であったりとか、水の妖精であったりとか、土の妖精であったりとか、様々な種類の妖精がございます。ですので、このすべての妖精と仲を深めていかないといけないと、そのような形になっております。まあ、こういった形でお願いをどんどんクリアしていくと、多分ね、こちらが相当重要な内容となっておりまして、まあ、牧場物語もそうなんだけど、結局ね、手作業でやるより、コロボックルに仕事を任せた方が、圧倒的に効率が良くなるから、最終的にはですね、この大妖精が相当重要な役割を担ってくれるんじゃないかなっていうところですね。ですので、まあ、最初の方はですね、主人公が手作業でいろいろやってるけど、後半はほとんど大妖精に任せるみたいな、まあ、そういったゲームになるんじゃないかなと思っております。まあ、基本的にはですね、こちらのゲーム、牧場物語ではなくて、まあ、どちらかというと、ルーンファクトリーに似てるゲームで、まあ、RPG 要素が非常に強くなっております。で、メインストーリーもございまして、基本的にはこちらのゲーム、メインストーリーに沿って、
物語を進めていくと、そのような形になりますので、あくまでこの農作業、畑作業に関しましてはプラスアルファみたいな位置づけなんですよね。まあ、要するにメインのストーリーがございまして、まあ、それに紐づいていると。なのでメインストーリーを円滑にクリアするために畑作業であったりとか、まあ、大妖精であったりとか、様々な要素がぶら下がってるみたいなイメージですね。なので、まあ大前提としましてはメインストーリーをどんどんクリアしていくと、そういった形となりますね。はい、ということで今ですね、様々な情報がハーベステラ公式から出てるわけですが、泣いても笑っても本当に発売でございます。めちゃ楽しみだね。自分はダウンロード版購入しまして、日付が変わったと同時にプレイする予定ですね。皆さんはどうされる予定ですか？もしよろしければコメント欄でお知らせいただけると幸いです。では今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもハーベステラないしは牧場物語、さらにルーンファクトリーの動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあねー。